こちらのウィッグを直したいと思います。まずこちらにぬるま湯を貼ってあります。その中にウィッグ専用のシャンプーを垂らします。ちょっと混ぜますね。この中にウィッグを入れていきます。このようにあまり強くせずに優しく洗います。このように汚れが落ちてきますね。ただこれをすすぎます。よく洗い流したら、次はこちらのトリートメントですね。あとぬるま湯に少し垂らしてあげて、こちらをつけます。こちらはサッとで大丈夫ですね。でその後もう一度こちらで流します。よく流し終わったら、タオルに優しくのせて、そのまま自然乾燥させます。こちらが、乾いた後のウィッグですね。まだふんわりはしてないですね。こちらをウィッグに装着させます。専用の粉ブラシでコーミングしますね。これからブローしていきます。ふんわりしてきますね。